はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、ようやくですね、クエスト消化が終わりそうです。今、クリアしたクエストの種類が259種です。で、多分、今やってるやつを終わらせれば、バトルファンタズムに行けると思う。多分。うん。残りの、二十何種は、髪の毛の色を変えたりとか、そういうやつなんで、多分これでいけるんじゃないかな。まあ、とりあえず、ここをクリアしましょう。お、アンルシアの、色違いだね。全員いい感じにテンションマックスです。多分攻撃される前に倒せるとは思うけどね。行きましょう。んでポンコツを入れて攻撃2段階上げるっしょ。で不死鳥天部をヒューザとアンルシアで入れていく。あ、もうこれは確実だわ。倒せる倒せる。立ち上がる前に倒したいところ。いや意外と HP 高いぞ。2回攻撃出てくれればいける。なあ無理か。まあ、特に何もないな。アンルシアで2回攻撃出ろ。出ないか。何？魔法陣作り出した。何だ。まあいいか、特に関係ない。だろうね。なるほど。参加できるようになりましたとか、なんかそういうお知らせはないのね。まあ、とりあえず、クエストは260周クリアしました。行ってみるか。どうなる？頼んます。どうだ？お！これ来た。これは来た。変わった変わった。さあ、ようやく、バトルファンタズム、参加できるようになりました。はい、ありがとうございます。はい、どんな感じなんだい？報酬、まあね。一番いいやつが、スキルパネルの虹。だね。この500点とかが意味がわかんないね。なるほど、なるほど。はい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 。これ全部終わらせて、で、そこで、500点以下だったら、もらえるっていうことね。おお、結構種とかいっぱいもらえて、いい感じだね。報酬いいよ。はい。まあ、とりあえず、次回からは、バトルファンタズム、参加していきたいと思います。まあ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 。うん。全部20点以内ぐらいでは倒したいところですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。